はい、ということでね、久々のゲーム動画になります。今回はね、お盆休みに行った、レゾネーズさんのゲームですね。タイトルにあるように、ノブリッジのね、3D ギリースーツと、SSG10 をね、ちょっと電磁弁化したんでね、そのテストゲームになります。ただね、まあ、ね、前日になってね、急に準備したもんで、いろいろね、トラブりまくって。まずはね、ギリースーツでフードかぶったんでね、ゴーグルが曇って、もう大変でしたね。で、次がね、視野確保っていうんですかね、がなかなかうまくいかなくて、初めのね、2、3ゲーム結構苦労しました。で、次に、ね、人山上がった。今回一番のやらかしなんですけどね、ガンカメラ。これをね、映ってるときは映ってるんですけど、ギリで隠れてね、ヒット結構取れたんですけど、ほとんどね、見えてないっていう、こんな感じですね。で、動いてくるとこんな感じに見えるんですけどね。で、この時ね、下に一人いたので倒します。今の音聞こえましたかね。これが電磁弁ですね。結構ね、音拾ってくれるカメラでこんだけの音なんですよね。実際は、倉庫もかなり静かです。なんで、かなりね、ギリと相性のいい、装備になりました。えらいこっち少ない。で、分かるように、ちょっとね、目元を無理やり広げてます。ただ、これもね、後半に行くにつれて、どんどん狭くなっていきます。なんで、これがね、イリーがちょっと、メインカメラにも映ってるんですけど、まあ、ちょっとしたらね、乗ってます。で、この日、結構、人数多かったんで、フルでやったんですよ。普段、いつもこの上がりきたとこですね。こっから上はなしなんですけど、久々に上使ったもんだから、なんていうんですかね。慣れたフィールドって感じがあんましなかったですね。で、こっからがやらかしのね、二つ目ですね。いやー、電磁弁でね、やったんで、CO2 がいるんですよ。ね、正面で打ち合いしててね、一人倒したんですけど、その後ね、まさかのガス切れっていうね。あれ、撃てねえってなって。で、レギュレーター見ると、ゼロなんですよね。このホースもね、今ちょっと位置は変わってるんですけどね、この日、まあ前日にやってね、突貫作業したんで、ちょっと変な付け方になってるんですけどね。で、諦めてハンドガンを抜いてます。まあこのハンドガンはね、カーボネイトの、ナイトシフトだったかな。なんで、かなりね、信頼性はあるんで、そこまでね、戦力差ができてるわけじゃないんですけど、やっぱフルオートとのね、打ち合いになると、遠距離の打ち合いになるときついですね。で、フルなので、山の上からね、敵の声と、味方がね、やられた声がしたので、かなり警戒しています。というのも、この前のゲームでね、一回後ろを捉えてやられちゃったんですよね。なので、かなり警戒しています。で、ここで見つけたので、ハンドガンで倒します。まあ、音で分かってますけど、前日雨も降ってね、かなり蚊が多いんですよね。よいしょ、終了。恐ろしく IQ 低いから。これがね、最後の後半の方にあったね、カチカチ戦ですね。カウンターでね、押した方が多い方が勝ちっていうね、ゲームですね。で、まあね、珍しく下から行っています。で、まあカウンターがね、近くにあるので、そこをね、守護するような感じですね。なんだこれ？めっちゃ引っかかってる。ネットだ。はっきり言ってね、このゲームほぼね、ヒットが映ってないですよね。10ちょっとね、倒してるんですけど、まあ無限復活なんでね、倒してるんですけど、まあ全部カメラが、ほぼ見えない状態。で、見学にね、来てた岩ちゃんが熊をいじってます。
で僕はねここに、まあ、陣取ってましたね。まあ、無限復活のカチカチ戦なんでね自分が行くよりはこんな感じで、あの来る敵をね阻止した方が絶対いいんで、ね、おまか俺らのせいで飛んでくる流れ玉が足りるその場合は撃つでここね右下に1人ちょっと映ってないですけど来てるんで倒しますね。ピントが認識されない。ピントが合わんの俺今のですね。まあこんな感じで本当にねガンカメがぐしゃぐしゃなんで、まあこの辺は全部もうね、この翌日に直してます。わっと当たったね今のは多分多分当たったまあね今言ったらあのカメラね近くに当たったんでカメラが音拾ってるんですけど実際音が全然しなくて感覚もほぼなかったんですけどね、なんとなく当たったなと思ってたらやっぱり当たってましたね。まあ横にいたメンバーをね全く気づかないぐらい本当ちっちゃな音でした。でここでねこけてめっちゃ滑る。でねメインカメラ落としたことに気づかずにゲーム続行してるんでちょっと音悪くなるんですけど、2カメのね方の音声になってます。でねここで結構ね倒せたんですけど、まあねガンカメがもう全然ダメなんで、映像としては残ってないです。でねここがちょっと面白かったんですけど、まあ、さっきのねまた位置に最初の位置に戻ってきてるんですけど、そうです後ろから味方が来てて、いや言いながら小島さん可愛いね小島さんって言うたら来るっすよ勝手におらんとこで。で敵がね、一人いることを伝えるんですけど、目の前バリケートのとこ一人おるな、そのタイミングでね味方がいないっていう。いや、反応はめっちゃ良かった、めっちゃ良かった潔良かったけど、めっちゃナイスだよけどなかなか面白いタイミングです。言った瞬間にやられるっていうね。ここでね、もう一人敵を見つけたので倒します。これぐらいだったらね、全然抜けるんですけどね、こんな感じでたまたま奇跡のショットですね。で最後ね、中央の軽トラのあたりも戦ったんですけど時間切れで終了になります。まあね、かなり見苦しい動画だったんですけどね、こんな感じで結構楽しい一日でした。はい、ということでね、今回動画はこれでおしまいです。こんな感じでね、動画アップしますんでよかったらチャンネル登録お願いします。